マーク A ホイペット中戦車は第一次世界大戦時のイギリス陸軍の戦車である。本社は敵の前線の旗にした箇所を突破する際にマーク I 戦車よりも相対的に優位な機動性と速度を用いてイギリス軍中戦車を補う用意とされていた。ホイペットはおそらく第一次世界大戦で最も成功したイギリスの戦車であり戦時中の他のどの イギリスの戦車よりもドイツ側犠牲者を出した。ホイペットは後にイギリス軍の起こした戦後の行動のいくつか、特にアイルランドと北、ロシアでの作戦に参加した。なお、ホイペットとは両県の一種である。この走行戦闘車両は高速での移動攻撃を意図して作られている。早期部分の設計が マーク I からマーク V 型のイギリス軍戦車より現代的に見えるが、それは最初の試作戦車であるリトルウィリーから直接もたらされた形式であり、走行装置に干渉装置の装備がないものであった。搭乗員区画は車両後部の固定された四角い小灯である。現在の2階建てバスで使われるタイプの2機のエンジンは車両全部に配置されていた。エンジンは 各々おの一条の離帯を駆動させた。直線を走行する際はエンジンを二機ともロックした。旋回するためには操縦ハンドルで片側の離イやブレーキをかけてからもう片側の離イへ連結されたエンジンのスロットルを開けた。理論的には単純な操作だが実際にはこれらの操作を行いながらエンジンの回転数やクラッチを制御することは不可能に近かった。結果、 この車両は予測できない経路を取り暴走することが多かった。戦車兵たちは戦車を破損させた教訓から、旋回の際には車両を一旦停止させてから、片側のリタイへブレーキをかけた。急なスロットルやブレーキ操作によって、多くの車両で走行装置の破損事故が起きた。操縦ハンドルを急操作した場合に、エンストが起こる事態も頻発した。燃料タンクは、 車体の前面に位置した。走行装置の側面は、天輪に詰まる泥を排除するため、上夫離体から泥をかき落とし、戦車から滑り落とせる大きな泥落としを特徴とした。兵装には、オチキス。303空冷式系機関銃3丁から4丁を固定砲塔に装備し、それぞれの銃は各自の車会を担当した。搭乗員は、社長、操縦手 機関銃種の3名であり、しばしば社長が攻撃を手伝ったものの、機関銃種は頻繁な配置移動を余儀なくされた。しばしば限定された空間に、第2の機関銃種が配置され、余席を開けるために、機関銃が取り外された。機関銃は、装着箇所から、他の装着箇所へと付け替えることができ、すべての側の社会を補うことができた。 最初のホイペットは1917年に生産された。1916年10月3日、ウィリアム・トリットンは、戦車供給部に対し、より高速、より安い戦車が、従来の重たく遅い戦車が作る突破口を切り開く、ために作られなければならないと提唱した。これは11月10日に受け入れられ、11月25日に、陸軍省の承認を得た。 その時点での計画名称はトリットン追撃車だった。トリットン追撃車は12月21日に組み立てが開始された。最初の試作車両はオースチン走行車から取ってきた旋回砲塔を装備し、1917年2月3日に完成、3月3日にオールドバリーにおいて有名な戦車試験日に参加した。その翌日、 戦車製造と関連する事項を調整するために、開かれたフランスとの会談で、イギリス軍最高司令官、ダグラス・ヘイグは、200両のホイペットの製造を命じた。最初の車両の納入は7月31日とされた。ダグラス・ヘイグは、彼の権限を超えて行動していたが、彼の決定は認められた。最初の生産車両は10月に工場を出た。 二号車は1917年12月14日にホイペットを装備する最初の部隊に届けられた。フィリップ・ジョンソン少佐は彼らに配備されたホイペットの走行装置に板バネを取り付ける回収を行った。この後、1918年に彼はホイペットに干渉機構のついた天輪とマーク V 戦車から転用したウィルソン式トランスミッション。 および航空用の360馬力 V12 ロールスロイスイーグルエンジンを取り付けた。これはおよそ時速4 8トルの最高速度を達成した。この計画はジョンソンを後の高速なマーク D 中戦車を開発する際の最高の有資格者とした。このマーク D 中戦車は外見が後ろ前逆のホイペットのように見える。戦争後に若干のホイペットが 戦車回収車として改造されたと考えられたが、これは本当ではなかった。マークビー中戦車もまた、ホイペットという名称を有した。戦後しばらく、軽量に作られた戦車ならば、どれでも、ホイペットと呼称された。それは、一般的名称であった。ドイツの LKI はホイペットに似ていたが、より薄く走行された小型車両だった。 フランドルでの損失により、イギリス軍は無力化され、すべての行動が停滞しきっていた時、ホイペットは第一次世界大戦に投入された。この車両は1918年3月に初めて作戦行動を行い、春季攻勢の間、ドイツの猛攻撃から尻込みしている、不評手段の前進をカバーするために非常に役に立つと判明した。 またホイペットは便宜的に余剰の X 中隊として通常の戦車大隊に割り当てられた。カッキーの近くで起きた事件は7両の戦車から構成されたホイペット中隊が2つのドイツ不評連隊の全員を広ので補足、一掃したものである。この結果400名以上が倒された。同日4月24日。 一両のホイペットが世界で二度目の戦車戦を戦い、ドイツの A7V によって撃破された。しかし、イギリスの損失は5個戦車大隊にそれぞれ36両のホイペットを配備する計画が断念されたほど高かった。最終的に第3戦車旅団霊下の2個大隊だけが各48両のホイペットを装備した。 1918年8月8日のアミアン攻撃には、マーク4及び V、さらにホイペットからなる戦車軍が投入された。ホイペットは、すべての全部戦型戦区で大砲による損失を与えているドイツの後方陣地へと突破し、ドイツ軍に回復不能な破壊的な打撃を与えた。この戦いの間、ミュージカルボックスと名付けられた一両のホイペットは、 戦線からはるか彼方へ前進し、ドイツ軍の後方で戦線を分断した。9時間この車両は自由に行動し、砲兵中隊、観測気球、不評大隊の爆英地とドイツ第225大隊の断裂を撃破した。相当数の犠牲者が生じた。大日本帝国陸軍で運用されるホイペット、戦争終結後、ホイペットはアイルランドに送られ、 そこでアイルランド独立戦争におけるイギリス軍の戦力の一部を担った。17両はソビエト連邦に抵抗する白ロシア軍を支援するため遠征軍として送られた。そのうち12両がソ連赤軍に捕獲され1930年代まで使用された。1両にはフランス製のピュートウー 37mm 砲が装備された。ソビエトではエンジン名を タイラーではなく、テイラーであると誤ってみなした。この間違いは、多くの文献でも行われている。1919年から1920年にかけて、日本陸軍が、ルノー FT-17 軽戦車と共に、マーク A ホイペット中戦車を輸入して7月に 6.5mm、改造3年式機関銃に換装された、戦車の研究を開始しにマーク。 英ホイペット中戦車を三両輸入という説もあり、これは追加購入の可能性あり、日本初の戦車隊として、1925年5月1日に、福岡久留米に第1戦車隊が、千葉の陸軍風評学校に、風評学校戦車隊が、同時に創設された。なお、当時の日本陸軍の分類基準では、本社は10トンより、上なので、重戦車扱いである。 1920年のシベリア出兵時に2両が派遣され、実戦配備されたとする説もあるが真偽は不明である。事実の場合、日本で初めての実戦投入された戦車となる。ただし、形状の似ているオースチン装甲車と混同している可能性がある。ホイペットは5両が残されている。ありがとうございます。